ぱい水を飲みました。おはようございます。あ、ヘラワン連覇しました。ヘラワン連覇した。待って、朝の一言目それ起きる。おはようございます。え、じゃあ朝じゃけさ、鼻声なんだけど今やばいねえ。今日さ、てかあの飛び起きてっていうかさ、ベッドからさ起き上がるのがさ、こう急発進じゃなくて、なんていうのかな、急立ち上がりしてさ、急立ち上がりして一瞬心臓バクバクしたんやけど、あの高低差気圧のあれなんかな、何メートルしかないけど、1メートルぐらいしかないけど、気圧の変化に、ね、焦ってしまった。おはよう。おでん始めました。いいな、おでん食べたい。え、おでん食べたい、おでん食べたい、おでんいい、おでんめっちゃいいやん。はい、おはよう。立ちくらみせんかった。でも心臓がバクバクした。あ、ドキ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 って。おととい食べたよ。え、いいな。おでん何食べる？絶対。え、昨日の晩おでん、みんなおでん食べとるくない？ちょっとずるくない？せーのでスタートしようや。せーの、せーの。え、待って、ほんまにかゆい、蚊に噛まれたところが。昨日おでん食べたよ。いいなあ。卵、卵を外せんの？みんな。私何かな、こん、あと、あ、こんにゃくじゃない、糸こんにゃくの方が好きで、あとこの四角いはんぺんみたいなやつと、ちくわ絶対食べるよ。あと、なんちゃろ。卵食べるときと食べんときがあるな。あ、大根は食べる、大根。あの、うち牛すじ食べない派。うわ、ちくわぶってなんだったっけ。お、知っとるよ、教えてもらったことあるよね。いや、大根はね絶対やろう。大根は必須っす。え、卵は必須なんや、みんな。卵、私ほんまに気分なんやけど、時々なんだけど。他に何があるっけ。じゃがいも？待って、目がでかくなった。あの、じゃがいもにびっくりして。おでん、からし食べん、からしつけん。大根は食べるよ。卵はほんまに時々なんよね。でもこんなにおると思わんかった。え、おでんじゃがいもわからん。家でじゃがいもがあんまり出んかった。あ、ちょっと、家でおでんがあんまり出んかった。なんかつける。え、あのね、味噌もね、からしもつけんよ。じゃけ、あー、でも名古屋におるときにおでん食べたんよ。その土地の雰囲気に合わせて飲まれて味噌つけて食べた。そう、名古屋はね味噌つけるよね。セブンのおでんしか食べてない。おは
はよう。あ、でも一回家で作ったかな。でも作るの大変、あれむずい。簡単、切って茹でておでんの素を入れて風。え、香川県はからし味噌。あ、うどん屋さんにおでんがあるんじゃ。え、うどんのおだしとかで食べるの。だって美味しそうやもん。そのうどんのさ味にぶっかけうどんのおだしでおでん作ってもらったら、ちょっと薄めて作ってもらったらよくない。で、ほんまにかゆい、蚊に刺されたところが。おはよう。あ、だし道楽のだしね。私呉に住んだた時にさ、だし道楽のさあの自動販売機があったんよ。もうあのどこだったかな、ちょうど呉駅の真ん前ぐらいに、呉駅の真ん前裏、あれ、ま、前か、呉駅の前のところにあのだし道楽のあの自動販売機があって、でこの前さ東京に行った時にさ、だし道楽の全く同じ自動販売機があったんや。そしたらさ、なんかさ、もうあのそれの自動販売機を見ただけでってこうときめいて、ここ広島っぽい、呉じゃ、呉の景色が広がった。え、そこまで、それはちょっと思ったけど、ごめん、なんかって思った、ってときめいた。うん、あるんだって、びっくりしたよ。ここ呉じゃん、トキ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 。だし道楽が各地にあったのか。おはよう。おでんにウインナー、東京になってびっくりしたよ。パーカーの下 T シャツ着ないの。着てないいや、着たらゴワゴワしすぎて暑い、多分。そんなことないかな。でも寒い今日わがままでしょ。わがままなんすよ。あ、ロールキャベツね。あ、小学生の頃ロールキャベツ出とった、ロールキャベツ出とった、出とった。あのね、昨日ね、あの子供の頃って夜ご飯とか何が出とったかなってずっと考えとったんよ。今思い出した、夜ご飯でロールキャベツの日あったわ。あとミルフィーユ鍋とかあったわ。あの肉キャベツ、肉キャベツ、肉キャベツ。おはよう。あれ好きだったな。おう、あれポン酢で食べだったか。焼き鮭があればご飯何杯でも。あ、白菜じゃ、あれそうじゃ、間違えた、白菜じゃ、ミルフィーユ鍋。肉白菜、肉白菜、肉白菜、肉白菜。美味しかった。なに、愛してます、ありがとう、コーラン、ギフトありがとう。はよ、そんなん流行った。え、今流行るまでなかった。おはよう。ハロウィン仕様のギフトになっとる。
Good morning. おはよう。どこで食べれるん？あれ。バンされるんかな、これ。なんだかわからんな。おはよう。お、ちょっと待って。あったかい。闇鍋食べたことないよ。美味しいん闇鍋って。美味しいんならやりたいけど、ちょっと寒いよ。おはよう。闇鍋怖い。帽子にあれがついてる。中身の具にあるん。キムチ鍋かもつ鍋。みちゅがもつ鍋めっちゃ好きでさ、みちゅにめっちゃ、ここのもつ鍋屋さんめっちゃ美味しいよって勧められたことがあって、ちょっとそれから早4年経って1回しか行ってない。でも1回行った。美味しかった。おはよう。闇鍋にスリッパとか入れませんか。いや、したことないけど、それちょっと昔のテレビじゃない。参加者のモラルによるんか。鍋ね。おはよう。闇鍋怖いな。暗闇の中でどうやって熱々の鍋に手入れるん。おはよう。おい寒い。おい寒い。おい寒いぞ。誰に、気候に呼びかけてる。曇りなのに明るいね。おはよう。寒いのでホットココア飲んどる。いや、嘘じゃろ。嘘じゃろ。ホットココア飲んでないじゃろ。昨日飲んだ。ちょっとコーヒー入れてきてじゃないよ。ホットコーヒーを飲みました。入れてきてあげよっか。入れてきてあげよっか。おはよう。仕事中なのでチラ見です。動物の中で一番最強なのってなったら何なんかね。ライオンかな。百獣の王やし。有料になります。出血大サービス。ゾウ、ヒグマ、カバ。え、カバって強いん。竹磯もう百獣の王やけどって言うとるけど、カバ、場所による。あー、そうなんか。え、
蚊はそんな最強なん？だってなんかさ、私ライオンとかさ、ゾウとかキリンとかならさ、ちっちゃい頃絵いっぱい描いたことあるけど、カバ全然描いたことないよ。え、時期弱いとかじゃないけど。おもろい。ちっちゃい頃の自分中心で今言っちゃったけど、カバ皮膚が硬いんじゃ、硬そう。どう思うなん、カバが。皮膚から変な液体を出す。なんかさ、ちょっとミステリーの映画見に行ったけさ、ちょっとカバの予備知識があるんやけど、カバの牙ってさ、円柱に、動物園にあるカバの牙はさ円柱に切ってあるけどさ、カバって牙がどん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 伸びていって自分も傷つけてしまうらしいって整くんが言ってた。カバは汗がピンク。カバはそうらしいよ。おはよう。怖い。カバも話せばいいやつなんだよ、知らないけど。ね、なになになに。確かにそうよ。だってアンパンマンに出てくるカバくんいいやつやし。いや、これカバのコスプレじゃないよ。ちちちちちちちこれはクマのなんかあれやな。はやん。そんなカバない。クマにねえ、ムヒ求む。ムヒ持ってきて。ムヒ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 。かゆすぎ。おはよう。私昔さ、ウマ娘やっとってさ、久しぶりにアプリ入れてみたんやけどさ、ダウンロード長すぎて心折れた。そして七並びをいっぱいしている。心が折れたので、やっぱり七並びしか勝たん。かゆいよ。おはよう。きっと馬娘やってる人おるん。その格好はハロウィンの練習じゃないよ。おはよう。やってない。クマ娘。私ね、おもろい。当たりたい。じゃあ今日は配信終わったら20分ぐらいやろうかな。おはよう。忘れたらどうしよう。おはようございます。七並べね。馬娘じゃなくてね。はやはや。お仕事か。じゃあ、お仕事中に一回やって。
しないで。ここはデッキにしてよ。はよう。お母ちゃんと4年やってて対戦できたことないから楽しみだよ。そうね、この2ヶ月でね、称号ゲットした人多いと思うよ。ここはパラダイス持ってる人あんまりおらん。ここはめっちゃ好き、ほんま？ほんまに朝から大告白されて幸せで、ここも彼氏されたんやん。え、なんかプツってなってる。こういう見つけてしまった。見つかった。おはよう。ルーティーンの働け。おはようございます。今日は寒くなっております。なんか今日のね、いて座の運勢が微妙でさ、昨日の夜見た、昨日の夜見た、今日の運勢か昨日の運勢か分からんけど、いて座の運勢微妙でさ、あーこんな順位なんじゃと思って、しっかり内容も読んだのに、朝になったら順位も悪かった、あんまり良くなかったことだけしか覚えてなくて、内容も全然覚えてない。こんなにも都合よく悪いことを忘れるものかと自分の頭をびっくりしたね。いいのか悪いのか。めちゃポジティブ。そんなもんです。占いですしね。おはよう。矢部田さんが、岡田さんが戦力外通告ね。矢部田投手も2軍で頑張ってたけどね。どうしても手術して、そっか。おはよう。なんか今はね、この時期寂しい時期ですよね、野球で。おはよう。別れと出会いの季節。巨人は中田翔が増えるし、あ、そうなん。今月末はドラフトでね。そっか、ほんまに、え、出会いと別れの季節、野球は、そっか、
野球は出会いと別れの季節。年度末とかじゃない。おはよう。今日が終わったら楽しみが待ってる。今日何日？昨日さ、瀬戸チャレがあったんよ、テレビでね。瀬戸チャレがあってさ、みちゅと私でさ、あのゲートパークのあの激辛だけじゃない祭りに行くんじゃけどさ、そこでラッシーを売るんよ、二人で。ラッシーだぞ。あれいつだったんじゃろ、日にち。おはよう。休暇？え、月曜日の平日？そう、あのストロータグがね、あれあるやん。祝日？今日は何の日？何日？今日何日？今日 6?7日曜日。あ、違う、あ、金曜日なんか今日。そか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 。明日土曜日、日曜日、月曜日。月曜日、広島で待ってるけーね。おはよう。前日に花だれ公園もあるし、来る人は来てくれんかね。急にも由美りん生誕祭、由美子の生誕祭。北沢さんが仲良くなりたい期世はココアだそうですが、機会がなくて寂しそうです。北沢さん、いちごちゃん、北沢さんだったっけ。北沢いちごちゃん、いちごちゃんしか、下の名前いちごちゃん。おはよう。嬉しい。うれぴー、おはよう。なんかね、この前さ、三吉、そう、三吉ちゃんとあんまり話す機会が、ね、なくてね、サッチーとね、佐川さきちゃんと、あの、さこちゃんと一緒の、一緒にお仕事やったんよ、ST48、スタディーダンス。やったんやけどさ、もうさ、もう二人とも最初さ、もう
私が喋りかけてもね、全然なんか笑って、なんかあの私が話したことに笑って、いやいじめてないけ、笑ってはーはーはーって感じで、あの何相槌を打ってくれるんやけど、相槌を打ってくれるだけだったんだけどさ、帰りの車とかになったらさ、もうさめっちゃね、いなんかそのサッチンのことだったり、サコちゃんも自分のことめっちゃ話してくれて、なんかね嬉しかった、なんか子供とな、子供心が開いてくれたみたいな、子供そう、いやいじられてないよ、あいじられたかな、いやいじられてないよ、焼きそばパン買いに走らせてないよ。でもうん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 、うん、なんか何だったかな、あ三期生は、三期生はなんかもうほんとみんな仲良くてとか言って、なんか三期生あの今レッスンとかも頑張ってるんですよって、ああそうなんじゃん、三期生あのみんな犬飼っててって私犬飼ってないんですよってああそうなんじゃそうなんじゃって今まで一回も飼ったことないって、飼ったことなくて、でもあのみんなが犬の話してるのに私もしたくてって言った、あじゃあもう犬架空で飼ってることにしたらってどういうことですかって、そう、いやなんかポメラニアン飼ってること、ポメラニアン飼って名前つけてで飼ってることにして一番最後にネタバレしたらいいよって写真見せてとか言われたら焦り始めてネタバラシしたらいいよってもうおもろい、そういう話はしたよ本当に。アイボね、アイボ、ロボット、ロボットの犬、アイボね、はやん、アイボ飼ってる人あ周りにおらん、お前鳥の声が聞こえる、カラスじゃなくてチュンチュンのさえずり、チュン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 言ってる、え、これってさ私にはチュンチュンって聞こえるけどさ、ま、日本ではさ確かにチュンチュンって言うけどさ、海外にいたらさ違う音に例えたりするんかな、チョウチョウとかなんかチュンチュンじゃないんかな、なんかピヨピヨとかピュピュとかできた、あのなんか私たちの中だったらさ犬のさえずりじゃないわ、犬じゃないわ、鳥のさえずりといえばせーのチュンチュンってなるやんか、てか犬もさ犬の鳴き声といえばせーのワンワンってなるじゃんか、猫もさ猫の鳴き声といえばせーのミャーミャーニャーニャーになるやんか、でも当たり前じゃないのかなこれって、くっピヨピヨ、あワンワンがバウワウ、ほんま？ニワトリがコックドゥールドゥール、違う違う違ううん、待って待って、予想以上の答えが返ってきすぎて面白い、え、どういうこと、え、ほんまそれ嘘、
適当に言っとる、自分が聞こえたやつ、聞こえたやつ言っとる。クックル、え、何が何が、え、何が何が何が、ピオはピオ、ピオヒナの鳴き声といえばせーの好きなやつってこと、クックドゥドゥって何、え、ほんまなん、クドゥ、え、な、何が、何の動物がってことなんですか、コケコッコじゃない、クックドゥルルってこと、コックドゥルドゥルってこと、え、おもろいんやけど、やっぱ違うんや、え、なんかすごくない、今こう鳥のさ鳴き声をさ聞いただけでさ、っていう疑問が私の中で生まれました、私はクエスチョンです、でそこにアンサーが返ってきたよ、この短期間の間で、いやすごいね、やっぱりこのやり取りをね人類は何回もしたことあるんやわ、やっぱ疑問に思う人いっぱいおるんよ、これって私だけじゃないんかな、え、天才じゃないよ、天才だ、天才はもっと違うところに疑問点じゃない、天才になりたいな、このチュンチュンって何デシベルなんかな、別にそこら天才じゃないか、疑問、天才的ななんか疑問を思い浮かんでみたい、鳥って何のために鳴いてるんかな、ちょっとこれは天才っぽくない、何でも疑問に感じる天才、ちょ凡人ってやめてうん、でも何でも知りたがる私、え、どういうことどういうこと、え、なんで、何があったのどうしてね、これ絶対私のこれね口癖はいよ、人生は疑問ですよ、なんかね先生にも言われたことある、カイさんは答えが分かった答えが分かるよりもその本質が気になるタイプ、ね、答えが分かってるのになんでこの答えになるかっていうのが気になるタイプよねって、逆もあるじゃん、なんでどうなるかとかどうでもいいけど答えが気になるみたいな人もおるやんか、それも他のパターンが分からんけど、はよ、え、どういうことって、全部がなんでどういうこと、小学生の先生に言われた、実はわいもよく聞くタイプ、ほんま素晴らしいんこれ、いやーそれほどでもちょっと待って、頭かきながらそれほどでもって漫画の世界すぎる、今の行動ちょっとダサい、やめよう、1たす1が2で悩むタイプ、いやそこは悩まん、あ悩むかな、1と1で2、じゃあ1はどっから来たみたいな、1って決めたの誰なのみたいな、そういうことです、それはないけど、すごいね、ないけど、数学とかはちょっと難しかったな、証明の証明が欲しいみたいな、なんでこの証明になったんかが分からん、証明、
語とかの方が好きだったもん。理由が分からん。なんかこの前さ、ドゥフドゥフのラジオでさ、あのレギュラーのね MBS のラジオやっとるんやけどさ、そこでさめっちゃ話変わるんやけどさ、この思い出したことがあったっけ言いたい。なんかあの世代クイズって言ってさ、昭和、平成、令和の問題をそれぞれの年代分けてあのクイズやっとるんよ。私令和チームだったんよ。それぞれ昭和チーム2人、平成チーム3人、令和チーム2人でやっとるんやけどさ、あの昭和チームがさ今あっくんが1人休みでさ1人足りんかったんよ。じゃけ平成チームに、平成チームから招集するのにはるちゃんをね移動させたんやけどさ、あの令和チームがさあの出題だったっけね、令和チームがさ出題だったっけさ、あの私がね出題苦手なんよ。私ヒントを出しすぎちゃって、じゃけ答えたいんよどうしても。でぼる塾の3人があの平成チームじゃっけさ3人じゃんか。で令和チーム2人がクイズ出題だけ2人余っとると思ってさ、じゃあさこの2人がさあの昭和チームに入ったらよくない、そしたら三々で戦えるくない、クイズできるくない、クイズ大会できるくないって言ったらさ誰も賛同してくれんくてさ、えなんで私だけこんなに盛り上がっとるみたい言ったらさ、いやそしたら誰がクイズ出すんやみたいな、令和チームがクイズ出さんといけんのに令和2人とも昭和チーム行ったら自分でクイズ出して自分で答えることになるやんみたいな説明向けて、はあそっかそうじゃと思って、私さそこでさ、うん、ハッとしてさ、なんかそのいやマジハートちゃんって呼ばれてるけど、ハートちゃんって呼ばれたりコカちゃんって呼ばれたりココちゃんって呼ばれたり、いやマジココちゃんそういうとこあるよねそしたら浜口さん、マサルさんがさ、いやおったおったみたいな、いやもうええやつなんやけどな、ええやつなんだけどあいつちょっと外れとるよなみたいな、もうおった友達一人はおるよなってそれだったそれだったらしい。なんかもうええやつなんやけどなしか出てこんやつみたいな、なんかちょっと頭が、ま、あのね回らんっていう仕事ができんってもめっちゃええやつやけ、みんなそいつのこと好きなんやけどなみたいな、いやもうさ私そういうタ自分がそのタイプじゃないけどと思っじゃないと思っとってさ、そういうタイプじゃない、その瞬間だけない、その時ヒットしただけない、うん、ほんまにいいやつで、ただいいやつ、仕事がで、まあ、できんけど、まあ、いいやつで丸め込まれるやつ、いや頭が回りすぎて、いやそう三々で戦えたらいいやんみたいな感じ思った。いや面白い、確かにクイズ出す人おらんし、そしたらでも誰もなんか賛同してくれんなと思ったんよ。え、なんで誰もさん、なんでこんな感じなん。平日ラスト頑張って働け働け、はや、うん、天才じゃないんよ、天才とおバカは紙一重でほんまにそうかも、おバカ。いやそれほどでも、えもう何時なん、私喋って 何時間経つの、1時間ぐらい経つの、40分ぐらい今喋って、30分ぐらい今カープ CS
進出ズームスタでやることになったぜ。イエーイ。ゲットできませんでした、チケット。家族でやりましたけど。じゃあどうかばあちゃんの会社に。神だな、ばあちゃんだな。え、もう46分。え、もえ、待って、私的にはまだ30分ぐらいの気持ちだったんやけど、そんなに喋っとったんかな。朝から喋りすぎじゃない？まあ私これ毎回思うよね。でも毎回何時って聞いたら46分ぐらい。ちげ、ベラ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 ってずっと喋って45分経つんや。今明確になった。おはよう。一人で喋って45分。誰か人がおったら多分2時間ぐらいいつの間にか話して。え、待って、 CS チケットゲットできたん？第一戦いいな、譲ってください。おはよう。授業の時間みたい。お話が達者？そうなんかな。よく喋るとはよく言われるけど、1時間はあっという間に過ぎてしまう。確かに何喋ったんじゃろ。え、朝からほんまに何喋ったんじゃろ、あんまり分かってないやけど。え、昨日さ、あのね、あの、あ、ごめん、また話変わるんやけどさ、高校の時のさ制服が出てきてさ、体操服とセーターと制服、今度お話し会で着よっかな。もう全然着れるよ。いや、着てみてない。じゃけ、なんかお話し会ってさ、1時間目何々、2時間目何々、3時間目何々ってなっとるやんか。じゃけさ、1時間目制服で、何時間目体育の時間で、冬服、夏服。え、しよっかな、どう？よくない？あ、お仕事行ってらっしゃい。いや、制服、スカート折ってないよ。折ったらバレるけ。もう私、先生を裏切られたくなかった。ファンも着替える。着替える？ま、みんなで体育に時間する？体操服あるよ、体操服。赤いジャージだった。あのね、学年によって違ったんよ。私の代は赤だったけど、上の代、私が1年生の時、2年生は黄色、3年生は、あ、違う。あ、2年生は緑、3年生が黄色だった。私も赤白帽あるかな。赤白帽ないか。妹とかと一緒だった。お、おとけ、韓国語が来た。なんて読むんじゃろ。読める人おらん、誰か。あー、おとけ、アニョン、アニョン、ポゴシポソヨ、カムサハムンダ、アニョン。みんなわかるん、挨拶。おはよう。おはようございます言ってる。え、知らんけど、え、知らんけど、ハロー、ハロー。え、ほんまにおはようございますって言っとる？ほんま？
Hello, hello. Good morning. Can you say hello to... Hello. Hello. You say can. Hello.何に行ったよって言ったら、おはよう、みんな頑張って今日も働いてきて。 Can you say hello to me? ハロー、ハロー、ハロー。いや、メキシコティーチャー来てない。わあ、元気かな。メキシコティーチャーまだ広島おるかもしれん。おはよう、そろそろ行ってくるね。行ってらっしゃい。ココアココアって書いてる。あ、ほんまに？ちんちゃちんちゃ。なぬんココア。はいよ。ね、赤ちゃんココアって来てんやけど。いや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 。あにあに。あにや。おはよう。今日も頑張れそうですか？お腹鳴ったやん。待って、お腹すいた。今お腹鳴ったの、バレた。絶対バレた。一瞬シンってなった瞬間になったもん。ちょっと待って、頑張れる。なった。私小学校の頃、朝ごはん食べることだけがほんまに嫌だったんよ。でさ、2時間目ぐらいでさ、お腹痛いお腹痛いってなってさ、え、なんでお腹痛いんじゃろうと思ったらさ、お腹空きすぎてお腹痛くなっとったよ。お腹の音鳴った。お腹の音聞いたき頑張れる。え、朝ごはん食べるね。腹ペコでお腹痛くなることあるよ。え、そう。もう一回聞かせて。いや、ならんよ。ならそうと思ってならん。しっかり食べよう。今何時？もう8時になっちゃうのかな。え？ 55分、やばい。いや、大丈夫やけど。ランキング山。そう、昨日さ、お好み焼き食べたい。めっちゃお腹空いて寝たいよね、そういえば。ぶい、今日も一日頑張ろう。13位スエン、12位バオバブ、11位ステック、10位フトシ、9位ゾウ、8位サージカル、7位タイムファイヤー、6位スバル、5位ナッシー、4位ライトニング、3位かきひろ、2位ポッパやしまちゃん、1位はかわいいココアが大好きなコーラー。ありがとうございます。てれ、てれません、てれません、てれません。ありがとう、みんな朝から配信を見てくれてありがとう。今日も一日頑張ってね。いい一日を過ごすね。お互い様、いい一日を過ごしてください。バイバイ。最後に働け。みんな今日も頑張って働け。頑張って、バイバイ。
はい。